はいはい。さあ、私は福島市は岡部に来ております。いきなりなんですけど、皆さんお仕事忙しいですか？忙しいですよね、はい、なかなか時間がない。でも、うん、美味しいものは食べたいという方にぴったりなお惣菜ご紹介いたします。というわけでご紹介するのはこちら、惣菜屋だんらんさんです。こちらですね、去年の3月にオープンしたお店でございまして、なんか雰囲気おしゃれじゃない、なんかカフェみたいな雰囲気、ね、ケーキ屋さんみたいな雰囲気ありますよね。早速中入ってみましょう。お邪魔します。こんにちは。はい、いらっしゃいませ。また中もほらちょっと素敵じゃない、後ろのね黒板なんかをカフェみたいな雰囲気あるけれども、下にショーケースにはずらりとたくさんの種類の惣菜が並んでおります。さあ、それではご紹介いたします。こちら店主の長谷川さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんか長谷川さんもなんかこうおしゃれな雰囲気あるよね。カフェの方みたいな雰囲気だけども、コーヒーとか入れてそう。これ長谷川さん、はい、そう、またこちらなんですけど、なんでお惣菜さん始めると思ったんですか？きっかけは、うん、あのコロナ禍ですよね。はいはい。専業農家私経営してるんですけど、もともと農家さんだったんですね。で、現在も農家さんなんですもんね。現在も農家です、うん、で、食べ物をから見直して、うん、はいはい、免疫力をアップするっていうのを意識したんですけど、そういうお店がなんかなくて、意外と、おうおう、で、なんか勘違いして自分でやってやっちゃおうかなって。やっちゃおうかに作ったこのお店、その長谷川さんの作る、こちらをたくさんお紹介、あ、ご紹介するお惣菜、この後たっぷりご紹介いたします。お楽しみに。さあ、定番メニューもアイディアメニューに変化。中テレは上テレ、福島を盛り上げるテレビ。さあ、私は福島市岡部にございます、惣菜屋だんらんに来ております。それではですね、お店が、おすすめするお惣菜ご紹介したいと思いますね。さあ、そのお惣菜が、私のこのクロスの中に隠されているということで、じゃじゃん、あれ、なかったね、なかった、そうじゃないのよ。さあ、こちらのキーワードをね元にご紹介していきましょう。まずね、気になるのがね、これかな、お惣菜といえばこれ、こちらをご紹介していただきましょう。さあ、何でしょう。思い当たるけど、はい、唐揚げです。ああ、唐揚げ、みんな大好き。お惣菜といえば唐揚げよね。これがあの一番人気なんですよね。あ、当店では人気ですね。一番人気のカレー、はい、じゃあ早速まずいただきますね。米、ちょっとやっぱちょっと大ぶりよ。私唐揚げにはねうるさいですからね。そうですね。いただきます。関さん唐揚げ大好きですから。うん、うん、カリカリで、あっさり、中ジューシー、あ、またいい意味で軽い感じの唐揚げですね。軽いでしょ、うん、これどういうこだわりなんですか。これ美味しい、美味しいよ。これ通常は米粉をまぶすんですけど、うん、当店は米粉をまぶしてます。米粉なんだ、はい、でなおかつあの揚げる油は米用を使ってます、うん、なるほど、はい、だからあっさり、あっさり重くない、はい、へー、あ、これ美味しいわ。優しいっすね。もうこれだけでご飯なんだ、いくら食べても胃もたれします。いや、何個でもワクワクいけちゃいそう、軽い。さあ、時間もない、次も行きましょう、はい、次これ食べたら絶好調、超ですね。何でしょう。はい、納豆麹という商品です。納豆麹、これ まさにこの豆は納豆で麹が入って、あと人参とあとはあの昆布かな、塩昆布、うん、で麹は伊達市の郡町の吉高原産というところの麹を使っています。これ初めて、ちょっといただきます。超良さそう。あ、ちょっと粘りもありますね。糸引く糸引く、いただきます。腸内環境。あら、これはこのままもそうですけど、はい、ご飯に乗っけてもおつまみでもいけそう。あ、冷ややっこなんかも人気ある。あ、冷ややっこいいかも。確かにこの食感と人参の食感とやっぱ納豆の風味ありますね、はい、これやっぱ腸にやっぱいいんですね。もう腸、本当に腸活が今流行ってブームですから、うん、まあ、こういった商品も提供します。これ冷ややっこのくらい確かに美味しそう。もうおつまみだこれね。腸が、ね、さあ続いて定番だけどはてなありますけど、これ何でしょうね。
はい、ポテーバのポテトサラダです。定番だけど大好き。確かに定番だけどね。でも見た目そんな変わりないよね、このポテトサラダ。でも俺このゴロゴロタイプ好きなんですよ、ポテトサラダの。本当だ。いきます、いただきます。あら、ちょっと違うな。なんか違うでしょ。違う。何が違う。ちょっと甘めというか優しいね、これも。で、奥行きがあるんです。これ何が入ってるんですか、これは。まあ、企業秘密しないんで言っちゃいますけど、生クリーム。生クリーム、プラス少々蜂蜜入ってます。なるほど。だからなんかちょっと甘みもあるけど、それも奥深いコク、コクみたいのがあるかも。あとはこだわりの当店 の当農園の朝取りのキュウリをそのまま使ってます。朝取りキュウリ、長谷川さんが作ってるキュウリも入ってるのね。朝取りキュウリ入ってる、これも美味しい。さあ、そして最後4つ目いきましょう。取れたて野菜の○○○○って何でしょうか。はい、当店農園のキュウリを使ったキュウリ、たたききゅうり。やっぱ農家さんがやるお惣菜っていうと、このやっぱこの野菜楽しみがいいですよね。これキュウリと蒸し鶏が乗っかってまして、ちょっとこちらいただきますね。あ、これね、キュウリもあれですよ、切ってるじゃない、叩いて割ってる感じだから、あ、味が染み込みですね。これがいいよね。いただきます。味がね、染みるんですよね。いや、うまい。キュウリがうまい。美味しいでしょ。美味しい。夏ぴったりですね。うん、三つ葉もアクセントになってますけど、これでもどれもね、おすすめいただいても美味しい。美味しそう。これでもなんかこの4つ見ると絶対長谷川さんお酒好きですよね。大好きです。確かにだよね、はい、間違いないお惣菜。でもね、ここお惣菜だけじゃございません、お弁当もあるということで、そちらも見てみましょう。ちょっと移動いたしまして、さあ、お弁当もうね、だいぶ数減ってるんですよね、この時間になると。もうこの時間まだ残ってるんです、今日は。これね、本当さっきの唐揚げの弁当もあったり、カレーがあったりね、いろいろございますけれども、その中でもじゃあおすすめのこれ、のり弁いただきたいと思います。いいですね。これもこだわってるんですよね。のり弁といえば弁当の基本ですから ね。これタルタルソースも自らね、お店で作られてるでしょ。タルタルソースももう茹で卵にしてから自家製です。ちょっとこれ、じゃ白身フライ、のり弁のいきますね。大きいですね、大きさがある。うん、なんかやっぱ優しい。そうですね、一個一個優しい。いや、これ米もいっちゃっていいかな。当店の米もこだわってますから。あ、おかかも入ってるんだ。おかかもうまいっすね。おかかも手作りなんです。気になったでしょ。気になりました。では場所の方行きたいと思います。さあ、場所、福島市岡部でございます。115号線、こちらをずずっとですね、阿武隈川の向かっていただいて、越えた信号、最初の信号を左に曲がってください。で、次出てきた信号を右斜めに入っていただくと、だんらんさんございます。さあ、そして最後に長谷川さんからお知らせがあるということで、何でしょう。はい、今日はまだ商品残ってますから、はい、テレビを見たと、ご自テレビ見たと一言言ってくれれば、でもう今日は特別全品オール 30% 引きです、今日からよ。今から、あの閉店が18時半、18時半までにお店に来て、ご自テレビ見たよって全品3割引きということで、ご近所の方、福島市の方、ぜひお願いいたします。長谷川さん、お待ちしてますね。よろしくお願いします。はい、皆さんお願いします。以上、中継でした。わー。